単によく聞くやつ。ストップで。ストップで。ストップ来た。尋常じゃなかった。これぐらいの強さだったらいけるかな。はい。痛い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 。頭痛によく聞くやつ。その頭痛レベルマックスみたいな時はめっちゃ痛い。なかなかこいつは入れられないと思っている場所だぞ、俺は。よいしょ。ここ。こいつ。よいしょ。ガチガチだ。ちょっと押さえるのね、もんざせてマックススリップの横、よし、よし、なんか左の痛みが好きになれないだよね、なんかすごいしんどい、つらいここ
腰痛かったもんね、今日。痛かったです。足事とかだけでしょ、痛くなくて気持ちよかった。でも終わった後ね、起き上がったら、ああ、すっきりってするからね。でもなんか、こんなにちゃんと聞いてるじゃないですけど、はいはい、って思ったら初めて。普通だからこれぐらいしか入れてくれないよね。あ、そうです、そうです。なんかもう、ああ、もうなんか違うってなって、はいはいはい、あんまりマッサージとか行かなかったんですけど。まあ、そうなっちゃうよね。そこは痛い。痛い。あ、でもだいぶ嫌な感じが通ってきた。あ、言われたもそうです。なんか辛くなかった気がして痛いけど。ね、こっちの方が痛い。やっぱり辛い。この方が痛いね。気持ちいいぐらいになったね。これ最初と一緒ですか？これ最初と同じ強さ。最初めっちゃ痛かったです。ということはだいぶ硬かったんだよ。でも右側とそれでもちょっとまだちょっと残ってるね。痛いですけど左は柔らかいね。全然気持ちいいぐらいです。で、悶絶整体60分でできるの、これが限界。私は長い方がいいってことです。60分は絶対必要だね。はい、以上でございます。ありがとうございました。動くと背中とかだいぶバキバキするね。すごいスッキリしたでしょ。頭が軽いよね。いや、マジで頭軽いです。あ、なのでね、だいぶ硬かったんだよ。だいぶスッキリしたよね。頭が軽い。頭が軽い。